はい、今日は、斉藤ひとりさんの人の道というねお話を、できたらなと思います。何かね、親でも兄弟でも、友達でも関係なく、何かご馳走してもらったら、ご馳走さまありがとうというのがね、まあ大体普通にできると思うんですけれども、まれに、ね、できない方もいらっしゃるように思うので、それまずいですよね。やっぱり何かしてもらったら、ごちそうさまとかありがとうというのがね、人の道だと思うのでね、しっかり挨拶とか、お礼っていうのは伝えるようにしましょう。